つまんない。ヘッコーが追いかけてきてる？じゃあ基地には誰もいないってこと？他のガたちが基地のゲートを開けようとしてるの？邪魔なゲッコーがいなくなれば私の計画はうまくいく。ついにパジャマスクの基地が手に入るんだ。私のものよ。ルナガールだ。ここまでおいで。あのガはどこに行ったんだろう。やっぱり僕が手伝わなきゃね。スーパーゲッコーカムフラージュ。なに、アールウィングフラー。さあルナガール、フロッシーフラッシュの第一巻を返して。リモコンをいじってる。グライダーが変なの。なんだろう。私のガが基地にいるのよ、子猫ちゃん。悪いけど、あんたたちの基地はいただく。これからは私のものよ。スーパーキャットスピード、勝手なことはさせないぞ。ガは基地に入れない。結構が中にいるんだ。あー、ごめんね、みんな。ここにいるよ。基地にさよならを言うんだね、パジャマ抜け。どうしよう。このままじゃ倒れる。アールウィングリーダー。ルナボードは持ってきてないと思ったのか、トカゲ坊や。うわ、スーパーリザードクリップ。どうしよう、基地が。これ僕のせいなの？キャットボーイ、これ以上支えられない。頑張ってアオレット、すぐ行く。ソニックウェーブ。あたしが悪いって言うつもりだろ、トカゲ坊や。ううん、もう人のせいにするのはやめるよ。悪いのは君じゃなくて僕だ。今こそヒーローになろう。ヒーローは自分の失敗をちゃんと認めてやり直すんだ。スーパーゲッコーパワー。ルナガールに車を取られたのも僕のせいだ。出しっぱなしにしたから。いいんだよゲッコー、みんなで一緒に取り返そう。いいこと考えちゃった。返してあげる。壊れて使えなくても、その金のマイクはルナガールのものじゃない。今すぐ返せ。壊れてたって金ピカには変わりないよ。これは私の、私のだ。アウレット、まず邪魔なガを何とかしよう。それからマイクを取り返すんだ。ほらこっちだよ。僕を捕まえられる。スーパーゲッコーカムフラージュ。僕の番だ。スーパーキャットスピード。アウレット、マイクを取り返して。今だ。アウルウィングウィンド。覚悟はいい、ルナガール。ああ、邪魔だ。あっち行け、間抜けだ。ダメ。ありがとうアウレット、壊れても取り返せてよかったよ。待って、スイッチがある。落とした時に切れただけかも。おーい、やった、使えるよ。ねえルナガール、本物のコンサートを見てみたい？かよ、マイクを取り返せ。キャットボーイ、アレット、ゲッコー、ゲッコー。恐怖の街だ、戦うヒーロー。
ちまでなんだ。うん、おじゃマスクの歌なんか聞いてられない。私はもう帰るからね。おじゃマスク立ち上がれ。パジャマスク立ち上がれ。こっちおいで。みんな来て、キャメロンをベッドへ連れて行こう。いつも美味しい匂いのする方に行くでしょ。クッキーか。スーパーキャットスピード。クッキー、イエーイ。捕まえた。あんたは私の人形だよ。ダメ、私のよ。ボールでどうしろって言うのよ。あら、なかなか面白いじゃない。マグネットは置いといてあげる、うん、さあみんな、おもちゃを返しに行こう。クモよ、輪になってビクビク子猫ちゃんを囲んでやりな。やだやだやだ。はっ、それじゃクモでタンクをいっぱいにするとしよう。ルナパワー、クモを作れ。そしてタンクに入れ。キャットボーイ助けて。僕ならできる。濡れるのは嫌だけど、友達を悲しませる方がもっと嫌だ。今こそヒーローになろう。スーパーキャットスピード、今行くよ。パジャマスク
稲妻よりも早く、おわ無敵のキャットボーイが雲の下を走る、おお雲を全部おびき出すんだ。何、待て、何をやってるんだ。僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかった、キャットボーイ。スーパー月光パワー。猫って高いとこから落ちても平気なんだっけ。ここから逃げるんだ。またこれに乗るの？僕には無理だよ。やって月光、頑張ればきっとうまくできるはずだよ。うわ、すごくグラグラする。アイススケートより難しいよ。うわ、ダメだ、やっぱりできない。月光、大丈夫だった？こういうの苦手で。いいよ、気にしないで、僕たちが何とかするから。ルナガールを追いかけよう。もう終わりよ、ルナガール。悪いことはやめて。そっちこそ私の邪魔はやめてよね。ちょっと何するの。アウレット。ああ、羽が逆立っちゃった。アウレット、ごめんね。スーパーキャットジャンプ。ルナボードに乗ってキャットボーイを助けに行って。また？でもあれに乗るの苦手なんだ。ほとんど乗ってないんだから苦手かどうかわからないでしょ。本気でやってみて、絶対できるから。助けて。キャットボーイ。そうだね、アウレット、無理だなんて言わないで仲間のためにやるよ。今こそヒーローになろう。 A チームの勝ち。どう、おじゃマスク、ガがどんどんおもちゃを盗んできてくれるのよ。ねえルナガール、いい気になってるけど、ガは力が弱いから大きなおもちゃは持ってこられないでしょ。あのすごい恐竜とか。あれ、簡単よ、2チームで力を合わせればすぐ持ってこられる。嫌なことしてごめんね。僕もだよ、ごめん。競争に夢中になりすぎて。悪いのはあなたたちじゃなくて私。何でも競争にしちゃってごめんなさい。自分が勝ちたくてやってたの。邪魔だ、どけ、まぬけなおもちゃども。ルナガール、まだやる気ね。もう競争はやめて、みんなで力を合わせよう。ルナガールに勝つの、行くぞ。何をしてたんだっけ。ああ、そうだ、また盗みの競争を始めるよ。こっちだよ、ルナガール。何、やった。と
し行くぞ。危ない。うわうわ、ゆっくり落ち着いて走って。わかった。でも早く追いつかなきゃ。よし、ここで最高速度に上げるぞ。スーパーキャットスピード。飛ばしすぎだよキャットボーイ。うわキャットボーイ、よくやった兄ちゃん。ああ、僕の勝ちだ勝ちだ勝ちだ。僕の名前はカッタ忍者。ふわっは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 。これで僕が一勝、残り二つだな。このレースには負けちゃったけど、次は絶対に勝つよ。じゃあ二つ目のレースを始めよう。だけどどうしてわざわざ足を縛って走る必要があるの？知らないね。でもやることは簡単だ。ちょっとズレしないでよ。うん、そのやり方でもいい。なんだその顔は。私は悪者だよ。いいかい、よーいスタート。あったか。よく探すんだ、絶対欲しい。キャットボーイ、スーパーキャットジャンプをやって、それに合わせて私が飛んで月光を運ぼう。わかった、じゃあ急いで。3つ数えるね。1、2。待ってキャットボーイ。どうしよう、たくさんの種が。私のせいだ。残念だったね、おじゃマスク。もうやんなっちゃう。そこら中から生えてきた。ルナガールの言った通り、町中が月の花だらけになったら他の花は全部枯れる。お前が手伝ってくれたおかげさ。そうだよね、私が勝手なことして。園芸クラブに入ってなくても花を育てられるってところを見せたかったの。気にしないでアウレット。いい方法はある？今度はちゃんと聞くから教えて。種はそこら中飛んでるよね。うわ、種って風が吹く方に飛んでくんだ。待って、いいこと言うじゃない結構。風が吹く方に飛ぶだったら、風をうまく使えば好きな方に飛ばせる。どうすればいいか分かった。みんなにも手伝ってもらいたいけど、いい？何をするの？一緒に来て。今こそヒーローになろう。いい結構。それじゃあ種飛ばし作戦開始ね。ネゴジャマスク、パーティーの準備はできたかい？私の方はできたよ。風船大好き。特に盗んだ風船は最高だね。ぐるぐる竜巻をやってみて。キャットボーイならできるよ。ねえキャットボーイ、最近ぐるぐる回ってる？そうだ、忘れてた。できないんだ私と違って。ルナガールが言っちゃった。このままじゃ外に出られないよ。やっぱりキャットボーイが頑張って。新しい作戦を立てる、任せて。ぐるぐる竜巻はできないけど、僕にはキャットスピードがある。すごい速さで中を駆け回って風を起こし、ドームを持ち上げるよ。キャットボーイが最高速度を出す。はあ、キャットボーイは疲れてきた。もう走れない。そんな。ああ、ドームをちょっと揺らしてみたのか。おかげで月のライトがついた。綺麗なライト。
そして綺麗な飾り、どんどん素敵なパーティーになっていくね。私のためのパーティーだよ。キャットボーイ、やりたくないのはわかるけど、でも…嫌だよ、また失敗して笑われる。そうだ、すごくいい作戦を思いついた。みんないい？毛玉攻撃とキャットカージャンプを同時にやればドームを突き破れるはずだ。毛玉発射。よし、ジャンプ。パーティーは終わりだ、ルナガール。うわぁ、脱出脱出。もうめちゃくちゃだよ、悪い夢みたい。まあそのつまらない石ころに感謝しなくちゃね。トカゲ坊やは私を止められない。ムーンパワー、月を持ってきて。ルナガールの言う通り、自分の石のことだけ考えて任務を失敗させちゃった。今こそヒーローになろう。し、し、し。ふぅ、ありがとう月光。これからどうする？すごくいい方法があるよ。僕の大切な石を投げればいいんだ。ルナガール。ふん、でもこれくらいの力はあるよ。僕だってそれくらいの力はある。スーパー月光パワー。わー、じゃあまたね、ルナガール。わー、飛ぶ。チョウチョさん、あたしと一緒に飛ばない？さあ来て、こっちよ。僕の体の色を見て。来て、いろいろ変えてあげる。何？さすがいい子ちゃん、優しい言い方。そうだよルナガール、僕も優しくやってみる。さっきは乱暴なことしてごめんね。君たちのためにお花を持ってきたよ。はい、僕たちと来てくれる？よかった、こっちだよ。チョウチョさん、ありがとう。あ、ルナマグネットが壊れてる。あ、待て、長女たち、行っちゃダメだ。ガヨ、みんなどこにいるの？パジャマスクをやっつけて。さあ早く。やっつけてって言ったでしょ、この役立たずめ。早く。あなたたちも来る？いいよ、喜んで。うん、ちゃんと優しくするからね。ダメ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 、仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て、なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんね、みんな。もうチョウチョがいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる？あ、誰もここに入ることはできない。そして誰も月の置物を取ることはできないの。だって私のだ。
私の！そう言ってられるのも今のうちよ。ルナガール、あなたの勝ち。その置物はあげる。じゃあ帰るね。間抜けなパジャマスクめ、やっとわかったか。月光はどうするの？すぐに助けるよ。もちろんフクロウも取り返す。キャットボーイは非常階段をこっそり降りて、中の階段を上がってあのドアから出てくるの。いい？本当にうまくいくかな。さあキャットボーイ、早く。もう終わりだ、ルナガール。子猫ちゃんも月の隠れ家に連れて行こうかしら。なかなか素敵な置物になる。さてさて、意地悪アウレットちゃん、あなたも月の隠れ家の飾りになりたい？今こそヒーローになるしかないね。わかった、それはあなたにあげる。その袋を、月の置物はあなたのものだから、月光とキャットボーイを離して。本当に私にくれるの？ずっと持ってていいってこと？いいよ、あなたのものだから。その代わり友達を返して。嫌だ。いや、でも。何よ、私は悪者、忘れたの？さて、最後の一つも手に入れなきゃね。パジャマスクの飾りを。アウレット、アウルウィズウィザー。ルナガールがホイッスルを持ってる。ガヨ、二組に分かれて。いい？よーい。さあ、隊列を組んで進め。もっと早く。もたもたするのは絶対ダメ。はっ、すぐにあの店のおもちゃは全部私のものになるんだ。いい？一番大きいおもちゃを持ってきた方の勝ちよ。最初のチーム行け。やるね、私の可愛い子たち。さあ、次のチームは最初のチームに勝てる？このままじゃ大変。ルナガールにおもちゃ屋さんのおもちゃを全部取られちゃう。ルナガールはあのホイッスルを使ってガのチームを操ってる。ホイッスルを取り上げればガはうまく動けなくなるね。その作戦で行こう。ルナガールにこっそり近づいてホイッスルを取った人の勝ち。また競争するつもり？なんでいつも勝ち負けにこだわるの？やるだけ無駄だよ。僕がスーパー月光カムフラージュで勝つから。冗談でしょ、私が絶対勝つ。じゃあ勝負しよう。私が勝っても泣かないでね。二人とも今一番大切なのはルナガールを止めることだ。スーパーゲットカムフラージュ。私の勝ち。違う、私の勝ちよ。パジャマスク、私の顔を止めることはできないの。ルナボード。もし門が壊れたら、すごい勢いで一気にぶつかって基地が倒れちゃうかも。パジャマスク、なんとかして止めよう。安全なところに逃げて。手伝ってくれるの？分かった、行こう。スーパー月光ファイヤー。頑張れ月光、大丈夫だよ。それはどうかしらね。基地の中にルナクリスタルがある限り、ルナパワーは止められない。基地も全部私のものだ。ああ、仲良くなったみたいじゃない？そうよ、バーディーと私であなたを止める。アウレット、僕たちが門を押さえてる間に基地に入ってルナビームを止めるんだ。はっ、ドアは磁石で閉じてある。絶対中には入れない。何か方法を考えなきゃ。